こんにちは、日野です。今日は2023年の5月の16日になります。あさっての木曜日なんですけれども、5月の18日ですね、八山俊彦先生のズームセミナーをしますので、もし興味があればね、ぜひ参加してください。あ、これがでも上がる頃にはちょっと間に合わないかもしれないんですけれども、八山俊彦先生という九州佐賀県だったと思うんですけれども、そこで病院もされていて、で気候の大家でもある、いろんな気候、気候の素晴らしいね先生でもあるということで、僕自身もあの八山先生の書籍を、気の科学ごめんなさい、ちょっと間違ってるかもしれないんですけど、そういう気の本、それと俗気を科学する気の、そういうやつを、読ませていただきましたけれども、非常に内容が濃くてですね、もうだいぶ前に読ませていただいたんですけれども、素晴らしい本だなというのを感じました。で、まあ、当日は、電磁波に関しての内容が中心になってくるとは思うんですけれども、いろんな話もしていただけるかなと思いますので、興味があれば参加いただければなと思います。また見逃し配信もする予定ですので、メルマガの方に登録していただければですね、そちらの方も後ほどご案内できるかなと思います。船井幸雄先生ともね、非常に親しい方でしたので、一度船井オープンワールドじゃなくて本物未来フォーラムだったと思うんですけれども、でも八山先生の話を聞かせていただいたり、ね、しておりますけれども、ちょっと話は変わりますけれども、つなぐ会の宇川さんっていう方がいらっしゃるんですけれども、その接種した後に亡くなられたご遺族の方たちをこうまとめている方なんですけれども、その方がツイートを先日されていて、 NHK でそのつなぐ会のご遺族たちに取材が来て、でそれを放映するということで NHK がですね、これは一つの大きな進展になるんじゃないかと言われていたんですけれども、結局放映されたのがですね、1分ぐらいですよね。1分ぐらいで、中身はその注射の和の字も出てこないというね内容で、僕も実際見たんですけれども、非常に曲解したような、意図的にですね曲解したような映像になってました。で、その接種した後の亡くなったっていうことをですね一切出さずに、まるでそのコロナで亡くなった遺族みたいなイメージを植え付けるような映像でしたね。完全にミスリードする、意図的にミスリードを誘うような映像になっていて、これはちょっとひどいなということを正直思いました。で、それに対してもやっぱり宇川さんも、これはひどいということで申し出るっていうふうにおっしゃってましたし、今ちょっと SNS 上ではですね、話題になっていることであると思います。いろんな人が取り上げて、情報を、発信してますので、で、NHK というかその特番の方からもツイートで一応お詫びの挨拶が出たんですけれども、それをなんか後に削除してるんですよね。だから正式にはちゃんと今されていない状況で、で取材に来た方たちがこう涙を流していたということですから、そのことに対しても宇川さんはね、少しこう何か進展、その放映がねきっかけになっていい方にこう認知される方に行くんじゃないかということを言われていたんですけれども、結局おそらくなんですけれども、上からの圧力があったんだと思うんですよね。当然取材した人たちは、その接種した注射によって亡くなられた、その因果関係はね証明されてないですけれども、接種後に亡くなっているっていうことは当然知ってるわけですから、そのことを放映で出せばいいんですけれども、一切出てこないんで、そういうことがね。だからコロナの3年間を振り返るみたいな形で、コロナのご遺族、そのご遺族っていうことしか出てこない。
それが何で亡くなったのか、コロナで亡くなったのか、注射で亡くなったのかっていうことも一切言われずに、でもコロナで亡くなったと見る人は思ってしまう、そういう背景を知らないと。だからそういう映像になってるんですよね。まあ、非常に悪意があるというね、意図を曲解するようなものになってました。まあその取材した人たちは放映しようとしたんだと、しようとしたんだとね信じたいんですけれども、やっぱり上からの圧力によってメディアがそういうふうに、してしまったということですよね。でもこれは、その NHK の問題だけではなくて、大手の放映局っていうのは全部体質は同じですから、結局はね同じなんですよね。で、まあ、ほとんどが、日本人ではない、まあ、在、なんとかの人たちが支配しているものになってますから、上層部は全部その人たちが支配しているという状況ですから、芸能界とかそういう放送とかメディアとかマスコミ、全て上層部にはその人たちがいるんですよね。でその人たちと、まあ、アメリカの何て言うでしょう、情報機関がつながっているということですから、そういうふうにして日本を支配しているという構造になってますから、まあ、そういうのは調べれば分かりますので、非常にねそういった意味では圧力に今回屈した形になると思うんですけれども、まあ、でもこれはやっぱり声を上げていかなきゃいけないことだなと思うんですよね。明らかにもう曲解してるんですよね。で、ミスリードを誘う、あえて意図的にミスリードを誘うような構成をしていると。でその中で映像で出てきた50秒ぐらいから喋ってる年配の女性の方がいらっしゃるんですけど、その方もおそらく、まあ、コロナどういう、コロナに対してこれからどういうふうに思いますかみたいな、もしくは質問をされていて、まだまだこうコロナは終わってないから気をつけていく、気をつけていかなきゃいけないみたいなことをおっしゃっていたんですけど、その方もなんかあちこちで同じような顔をした人が出てるんですよね。まあ、同一化っていうのはちょっとわからないですけれども、そういうふうに答える、メディアに対して、こうインタビューを受けて答える人たちっていうのも、クライシスアクターと言われるね、いわゆる、素人ではなくて、ちゃんともう答える人がいるわけですよね。で、それでどういう答えをするのかっていうのもちゃんと決められていて、シナリオがあって、で、メディアでそのようにして印象付けていく、一般人の声として、まあ、そういうことを、メディアっていうのは当たり前のようにしてるわけですから、やっぱテレビだけ見てたんではですね、どうしても一方方向に誘導されてしまうということになりますよね。まあそういうことをね、考えさせられるような宇川さんのツイートがありましたので、まあそれはまた見ていただくといいんじゃないかなと思います。宇川さんのお名前、下の名前がちょっと思い出せないんですけれども、宇川さんというつなぐ会の代表のまとめ役をされている方が、まあ日々いろんな発信を、ご遺族の方の体験とかね、いろんな発信をされていて、僕も参考になっているんですけれども、まあそういうのがありましたので、まあ僕たちはね、声を上げていく必要があるんじゃないかなということを感じます。ということで、今回は以上になります。ありがとうございます。